これぶっちゃけユニクロじゃねー。どうもじゅんです。今回はですね、ユニクロ&ジュエードブランダーズの2022秋冬コレクションなんですけれども、これぶっちゃけちょっとユニクロのインラインのやつとほぼほぼ一緒じゃねっていうやつをですねご紹介していきたいと思います。まもなくですね、10月14日金曜日より発売ということで、かなりですねご期待高まってるわけなんでございますけれども、まあ、全体的にですね今回主張控えめな感じのものが多いのかなみたいな。もちろんこうカジュアル強めのやつ、ジョナサン・アンダーソンさんですから、カジュアル強めのねアイテム多いかなと思うんですけれども、なんかねやっぱりユニクロ感は拭えないのかなと。例えばこうパテットハーフコートとかも一見これユニクロに売ってんじゃねみたいな、もうパッと見だともうなんかユニクロに普通に売ってそうな、そういうハーフコートなわけなんですよね。まああの全く同じ商品はないんだけれども、こうデザインもすんごくシンプルで、まあ、使いやすそうっていうのはあるんだけれども、そうっすよね。こう素材とか服自体はユニクロね、縫製だとか下手とか、そうでデザインがJW アンダーソンとコラボということなんですけども、やっぱこう今回のコラボよりユニクロ感がどうしても出てんのかなみたいな。ウルトラライトダウンパーカーも引きで見たらめっちゃユニクロなんだよね。ウルトラライトダウンって、まあ、ユニクロのさすごいそう人気の商品で、もう定番化してるやつ、毎年発売されてるやつで、こうよく見たらこうウェーブキルトと縦のキルトということで、デザインはね確かにユニクロのインラインにはなさそうな感じなんだけどっていうね、そういうのが結構あるのかな。で、僕はちょっと気になったのがこちらのポロシャツでございますわ。こちらメリノブレンドニットポロシャツ3990円で、デザインめちゃくちゃ可愛いんだよね。このグレーカラー、さらにこのレッドカラー、そしてブルーカラー、3色展開なんだけど、この商品ぶっちゃけユニクロじゃねみたいな。そうなんですよね。実は似たような商品ございまして、それがこちら、エクストラファインメリノニットポロシャツ長袖、こちらなんですけど、めっちゃ似てないですかね。商品名も似てるし、デザインもすごい似てるな、みたいな。特にこのブルーカラーに関しては、そう、同じカラーなんだけど、もうパッと見同じじゃねみたいな。よく見ないと違いがわからないみたいなね。そんだけ似ている商品なんでございます。ただ、よくよく見ると、こう、ディティールを見ると違う点もいくつかございます。ということで、ちょっと詳細をね、チェックしていきたいなと思ってます。このね、コラボのやつ見てみると、まずね、この襟のところがですね、色がこう変えてあるわけよね。襟の端っこの部分色変えてて、これがおしゃれですやんね、と。で、さらに裾のとこ見てみると、サイドスリット入ってるわけなんよ。つまり、こう、なんていうのかな、ゆったりとしたシルエット。おっさんになるとお腹あたりがこうポチャッとしてくるんだけど、その辺のストレスも逃してくれる感じで良さそう。で、さらにこの首のところのボタンが2つなのよね。あとサイズチャート見てみると、ちょっとね、ゆったりめのシルエットになって、ております。で、ユニクロインラインのやつ見てみるとですね、まず襟のところとかもう特にね配色ないやんか、もうシンプルな感じ、全部すべて同じ色に統一されてますやねと。で、胸のボタンのところ3つございます。あと裾のところは特にサイドスリットありません。で、シルエットもですね、割とジャストな感じかな、オーバーサイズシルエットとまでいかん感じでございますわ。だからね、微妙に違うわけよね。で、さらに素材も違いまして、こちらに関してはウールブレンドということなんで、アクリル 45% の K35% ポリエステル 20% で、インラインの方を見てみると名前の通りですね、これ羊毛 100% なんだよね。これすごいですよね。光沢みもあるし、ちゃんと暖かい、エクストラファインメリノというですね、高級な羊毛 100% 使われてて3990円、これがすごいですよね。そう、だからですね、素材も違うし、デザインも違いますよ。さらに、JW アンダーソンに関しては、赤色もあると。この鮮やかな赤色、さらにグレーカラーもあるわけだよね。この赤とかグレーカラーはね、ユニクロのインラインにはないのかなと、こう、濃いめのグレーとか明るめのグレーはあるんだけど、この JW アンダーソンコラボの、こう、おしゃれなグレーカラーは、インラインにないわけよね。で、もちろん赤色もないということなんで、まあ、そうかと、ディティールよく見ると確かにちゃうなと、違いがあるなというふうに感じました。ただですね、まあ、ぶっちゃけ、引きで見たら何回も言うけど、引きで見たらそんな違わへんのかなみたいな。実際に着てみると何とも言えないですけど、結構なんていうかな、オーバーサイズといえども割とこう体のライン開いそうな、結構ラインしてるんで、シルエットなんで、そうなのね。大きめのダブル XL だったらちょうどいいのかなとか、僕だったらね、身長177センチの僕だったらダブル XL でちょうどいいかなとか思ったりしますけどね。で、店舗にこういうのって割と L しか置いて
てなかったりするんで、そうなんよね、どうしようかなーっていう感じはしておりますけれども。でこういうセーターって着心地めっちゃいいし、最近僕お家でも割とねセーター着てるんですけど、セーターってめっちゃ楽だしあったかいし、こういうカーディガンもそうだけど、こうセーターってめっちゃあったかいし楽なのよね。そうだから家着としてもいいし、こういうなんて襟付きのやつだから会社にもなんか着ていけそうな感じしますやんか。カジュアルにもビジネスでもこう綺麗めでもいろんなこうシチュエーションで着れるようなアイテムなのかなと思います。ただ赤とか青に関してはちょっと色味がきついんで、よりこうカジュアルな感じになりますけど、グレーカラーに関しては全然ね会社に着てっても問題なそうよね。これプラスジャケットとかそんなんでもいいし、なんかこうテレワークとかズームでの会議とかであれば全然こんなんでも良さそうな感じしますよね。ウールブレンドいうことなんで、こう高級見えもするし、あとあったかいだろうしね、めちゃくちゃ良さそうな、そんな感じしますわ。これがさ、スウェットとかだとどうしてもカジュアルな印象になるやん。でセーターはセーターでも、クルーネックとかだとよりこうカジュアルな印象になるんだけど、こう襟付きのポロってね、こうよりこう綺麗めな印象になりますやん。よりフォーマルなドレッシーな印象になるんで、これね、なんかちょっといいなぁと正直思ってますけど、一回試着してみたいな、これなぁ。ユニクロのインラインと同じ価格で、まあ、買えるという、そのメリットもあるし、という感じですやね。まあ、なぜ今回ちょっとなんだろうね、こういうガラガラの派手めなやつももちろんあるんだけど、そのインラインに普通に置いてそうな商品もあったりするんで、ちょっと注意が必要だなっていう風に感じました。またですね、発売当日に購入してですね、紹介しよう思ってますんで、ぜひですね、今のうちにチャンネル登録、通知オンしておいてください。ということで以上、今回はですね、ユニクロ&ジュエダブランダーソンコラボの商品のご紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。